いやー、もう中澤君がですね、ドラマがいよいよ始まりまして、1回目見ましたけど、主演の柄本さん、息子さんの方ですけどね、中澤そっくりなんですよ、見てると。なんか変な格好して、芸人ぶってやってるでしょ？あれは、いや、さすが、カメレオン役者と言うんでしょうかね、うまいですね。中澤武そのものに見えてくるんですね。NHK で中澤武のドラマを見るとは思いもよらなかったです。山口敏太郎の、日本大好き。こんにちは、南部一子です。こんにちは、水木奈和です。山口敏太郎です。柄本さんですよね。うまいやろ、見た。あの方、だから、ちょっと、これ言うてええんか分からんけど、若干似てるんですよ。似てますね。中澤さんと。目が。顔、なんかね。雰囲気がね、うん。びっくりした。で、まあ、柄本さん、そういうちょっとオタクっぽい役がすごくハマって、いろんな役されてるのも見たことありますし。二人とも泥棒ひが似合いじゃんな。そうそうそう。うん、そういう、まあまあまあ。そういうキャラよ。鬼ヶ原ゴンゾー系のメーカー似合いそうな二人やから。だから、すごくいいキャスティングだなぁと。あれは、ええなぁ。あいつ、こっちギャラもらったよ。俺びっくりしたよ。だって小学館でも文庫は出るやろ、うん、あのギャラちょっと待てって計算して、うん、お前これえでドラマ化のギャラ、え、新作すごい。だ、山口さんね、もうだから作家とデビューしてもう20年、え、俺20年20年でしょ。もう気づいてますよ、山口さん。中澤武史に一瞬で抜かれたんですよ。お前わか何も分かってない。小学館やで。何出版よ、あんた。角川。角川、またでかいとこ出したな、わざとでかいとこ出したな。だって俺、川出とか角川よね。いや、だから俺、聞いてみたなと思って、こう、一瞬で、ふわーんって抜かれる気分。いや、お前ら芸人の価値とはちゃう。もうスターですよ。中田さん。いや、俺、お前、150冊出してな。で、10万部クラスのベストセラーを4冊ぐらい出してる。自信のない人ほど数を出すっていう。いやいや。お前ら芸人で、テレビでドラマ化されたら作家として地位が上がったと思うとうけど。だってそうでしょ。そういうわけちゃうねん、今、中澤さん、どうなんですか、中澤さん。いや、だからこれは。天狗になってます？天狗になってると思うよ。これ、ないないで話。ないないない。ちょっと天狗エピソード聞かせてくださいよ。ないないで話は聞いてるけども。うん。喋れる範囲で。みなりが良くなってきた。ああ、でも良かったじゃないですか。みなりの。中澤さんって知ってる人はね、段ボール被って、ボロボロの。ちょっとね、ええものを買うようになってきた。マジで？で、ええものを食べるようになってきた。ご飯の質が上がってきた。マジですか？だからちょっとふっくらしてきた。一時期、妹が嫁に行った後、妹にご飯作って持ってたのに、妹にご飯おごったりね。だから、栄養状態が改善されたのと、ちょっと品が良くなってきた。ただね、サッカーっていうのは20年間プロと一戦でやり続けるって難しいね。現役でね。そうそう。ほんで、10万部って言ったら1000万クラスの収入を上げれるんだよ。10万部ぐらいのヒットを出さないほんまに超一流ではないということや。うん、だから、俺としてはベテランの、例えばプロ野球のピッチャーで、毎年15勝ぐらいコンスタントだと、たまたま今年中澤が20勝上げたけど、お前それ20年じゃあ続けるかっていうのは、これから中澤のテーマなんだよな。うん、まあ当然あいつはちょっと、秘めた野心を持ってる男やから、うん、これからやったるでっていうのもあるんだろうけど。あれだから、中澤さんって初恋芸人以降も本出してるんすよね。確か。あら、本当？なんか俺聞いた。初恋芸人以降は、完全オリジナルの中澤さんだけが書いた本っていうのはあんまないんか。俺との協調。ああ、そんなんとか、オカルト寄りのやつとか。いや、だからね、普通、作家って一冊で終わんねん。一冊の壁、三冊の壁、十冊の壁、百冊の壁ってあって、本当の超一流選手は百冊の壁を超えるんだ。でもそれって1万人おる作家志望者のうちデビューできるのがほんの数百人。数百人もらうかな ?100 人ぐらいかな。うん、で、その中で100冊の壁を超えるやつって1万人おったら1人しか来らんね。だからこれから中澤さん言うてみたらこう、童貞を卒業してものすごいいい体験をしたわけですよ。だからこっからやり地になるかどうかですよね。うんうんそうなんや。なぜ下ネタに例えたのかは知りませんけど。こっからでしょ。コンスタントのやりちんになるかどうか。こっからいけるかどうか。それとも童貞卒業してそのまま終わってしまうのか。セカンド童貞が長く続く。そう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 。だから、怪談本で俺がわざわざ中澤君を共著に指名したのは、引っ張り続けな。もう引っ張ったる必要はないですよ。いや、それで結局アマゾンで名前が連れに上がるようになって、ようやく作家として、
一流選手の仲間入りができるわけ。それでも逆なことを言うてきたらどうします？え、何が？今度僕本出すんですけど、うん、山口さん出しません？みたいな。僕との共著できますよ、みたいな。僕の名前入ってれば何百万部軽いですよって言われたらどうします？いや、それだと、いや、その、物の言い方やから。いやいや、でも、これを中澤流に、僕、ちょっと本出すんですけどって言われて、そう、同じようなことを言われる。いや、それは相手の気持ちを考えてな。うん、例えば、いや、世話になった兄さん、世話になったんで、引っ張ってくれるんだったら、それは俺は喜んで受けるし。あ、それは受けるんだ。いや、だから俺の中には、その、経営者、狭間俊之と山口敏太郎と2人プレイヤーがおるから、うん、全然だからね、南部とかにね、焼きもち焼いてねえでしょって言われるの言うけど、全く焼いてないねんな。うん。それは確かにね、あいつ美味しいことあったなと思うけど。いや、別に僕もだから、うん、山口さんが焼いてるとは思って言ってないですよ。いや、焼いて、いやいや、一般人は。ただ、そういうことにしておいたら面白いかなと思って。いやいや、ちゃうんだよ、お前。岐阜の。プロレスするっていう、うん。僕はレフェリーです。お前さ、素人か本気で俺が焼いてると思われて、心配して電話かかってきた。それあるよね、たまにね。ほんまにハゲてるとかね。で、ほんまに中澤と俺が仲悪いとかね。いや、仲悪いですよ。だからもう、もっと言っていこうと思って。うん。ぐちゃぐちゃ、いや、ちゃうねん、今日はね、うん、さっきから山口さんの話をこう、うんうんと、さすがっていう風にうなずいてる方がいらっしゃるんですよ、今日ね。そうです。ゲストで、これ初登場ですね。初登場。これ、ファミリー劇場主催、緊急オーディション、オカルトスター誕生、あ、ありましたね。の優勝者で、人気ポッドキャスト、オカンと僕の時々イルミナティのパーソナリティ、早瀬康弘さんです。どうぞー、はい、どうも、早瀬康弘です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。呼んでいただいて、もうずっと聞いてるんで。マジっすか？ありがたいですね、もう。はい、いや、もう最新まで聞いてます。ほんまやん。早瀬さん、ほんま初めましてやのに、すいません。はい、バカじゃないの？いやものすごいファンです、僕は。そのツッコミどっかで見たことない。ありますよ、それは。往年の。往年の。往年の。いや、だって70回目ぐらいからずっと聞いてる。いや、そうですね。はい、今上がってるものを全部聞いてます、本当に。はい。面白くないでしょ？いやいや、僕は好きです。山口さんがそれ言うの、席が間違ってる。そこの席俺やから。あ、そうか。面白いやろって言います。ついやんちゃをしてしまう。いや、面白いです。本当に聞かせていただいてます。どういうとこ面白いの？だから、山口先生のオフの部分が見られるっていうのは、オカルトでない話をしている山口先生というのはテレビでないので、あ、そうなんだ。はい。それ以外の、やっぱりその、プロフィールっていうのが、このラジオで聞けて、ファンとしてはやっぱありがたいなと思いますね。リチャードバッシングが一気に減ったもんね。それまでは、冷酷、クール、残忍、残虐って。俺、もうどんだけ悪い悪役超人やっていうぐらい。オカルト側になってますね、なんか。すごいね、すごいね、悪いイメージが変わりたいんやけど、これ言ったらぶっちゃけキャラって分かったから、アンチがファンになった人は随分多かったね。いや、面白い。本当に聞かせてもらってます。うん。だからね、やっぱり、まあ、こういうのもいい。いいのかなとは思うよね。はいはいはい。うん、いや、いいと思います。本当に。あ、そうなの？はい。僕はもうありがたく聞かせてもらってます、ね。緊急検証を見てくれてるでしょ？あ、そうです。僕ずっと見てますね。うん、はい。だそのオカルトスター誕生という企画に参加したきっかけ。ちょっとネタは地味だったんやね。あ、そうですね。地味でした。悪いけど俺は、プロの、俺の投票は、はい、キツネ付きだったよね。そうですね、キツネ付きの話でしたね。ちょっと地味やなぁと、俺は投票せなかったんだよ。はい、ああ、そうですね。俺が絶賛してたのは、松明は、何、生命の木だっていう。ありました、ありました。古代ユダヤのカバラの話。はい。はい、ぶっ飛んでた俺は押してた。ぶっ飛んでました。あれ、確か7分とかだったんですよ。長かったよ、あいつ。7分とかだったんですけど、それはそのなんか、スタッフの方に7分から10分くらいで話してくださいって言われてて、ぶっ飛びまくって2時間くらいですけど、1時間くらい喋られてましたよ。それぐらいしゃ40分くらいかな。40分ですかね。飛鳥先生の弟子みたいな人でしょ？あ、そうなんですかね。うん、だから。それも多分一個。あったのかもしれないですね。でも人気投票1位やね。そうです。ありがたいことに。そう。で、それ自分リュックステ買ったんちゃうのっていうところ。いやいやいや、多分一番上だったっていうのもありがたい。ああ、そういうことかな。はい。ウェブの投票、人気投票で一番。そうですね。一番上だったっていうのもあるかもしれないですね。いやー、それでオカルト紅白に出場して。そうですね。どうですか、飛鳥昭雄、山口敏太郎、中澤武史。はい。やっぱテレビで見てて、すごいなと思って生で見てて、やっぱすごいんですけど、やっぱ頭おかしいなっていうのはやっぱ一番ありました。楽屋からずっと同じなので、出ても。いや、そうやね。そうやね。早瀬さん、そうやね。ずっと一緒なので、変わらず。本当に。今日もずっと一緒でしょ。いや、ずっと一緒ですね。え、どんな感じ？もうだからスイッチがバカになってんねんな。いや、なんか普通の楽屋は普通の話して、なんかその収録はなんかオカルトの話だったらわかるんですけど、もう楽屋からずっとオカルトの話ずっとしてるんですよ。この人だってね、どっかのテレビ局でずーっとね、そのオカルトのこと喋り続けて、山口さんすいません、勘弁してください。
作家の人。そうですね。でもミニエピソード作ってる。よっぽどよ。一番びっくりしたのがメイクしてたんですけど、そのメイクさんにもオカルトの話してたんですよ。マジで。誰が？山口先生が。してた俺。してました。10分15分ぐらいしか会わないメイクさんにもしてて、いや、これはすごいもう本物だなと思って。本物や。これが先生なんだと思って。こうならないとって。分かってないな、もう。俺ね、メイクさんはああやって言うて、はい、メイクさんを気持ちよくさせて現場の雰囲気を作ってもうメイクさん笑かす話しかせんもんね。まあまあそうですね。笑ってましたね。こんなだとかね。そんな話しかせんから。まあ、ピーレで補佐か。いや、まあまあね、そう。あの、中澤と飛鳥さんは、もう常にそうですよ。あ、そうです。でもそうでした。でも、僕はもう、あの、もう、心遣いで言うてる。アスカ先生をちょっとよいしょし、はい、それで、大月さんに、ちょっとこんな重い話を、はい、中澤君をリラックスさせ、もう、心配りができる男やな。はいはいはい、もう、大変やろ。いやいや、そうなんですけどね。うん、まあ、だからネタって何をやったんですか、このオカルトスター誕生っていうのは。うん、結局、ちょっとしたエピソード。そうです。先ほどやっぱ紹介していただいたように、キツネツキの話をしたんですけど、うん、まあ言っちゃうと、もともとその、キツネツキについてたその女の子を、住職さんが助けるんですけれども、はい、その代わりに目を半分もらうぞっていうふうにキツネに言われて、うん、持っていけよって言ったら、その片目の視力じゃなくて、白目黒目の、あの黒目の部分を両目持っていかれて、色素だけを持っていかれてっていう感じ、視力が見えるんですけど、っていうその話をしたんですね。でその人の息子さんと僕知り合い で、うん、で詳しく話聞いてここでちょっと発表させていただいたみたいな感じですね。なるほどね、はい、まあ言ってみたらエピソードトーク的な、そうですね、階段のまあちょっとオカルト版みたいな、はい、そうですね、感じの、はい、そうなんですよね、うん、でもポッドキャストオカンと僕と時々イルミナティという、はい、コメディランキングですごいことになっているね、はい、ありがたいポッドキャストの方が、はい、こう名だたるコメディラジオの中でですね、うん、もう何位とかに食い込むようなね。そうですね、ありがたいです、本当に。これはやっぱりどうですか、ざっと説明するとどういう風な番組で。これっていうのも、そのコメディランキングにやっぱり置いているので、はい、そのヘビーユーザー、そのオカルトがすごい好きな人っていうのは、うん、やっぱり山口先生だとか、いろんな方本読んだりとかってすると思うんですけど、うん、その、ポッドキャストっていうのを聞くのって、そんなその、若いライトユーザーみたいな方が聞くんじゃないかなと思ってますね。ものすごい詳しく聞きたい人じゃないんじゃないかなと思って、うん、そのオカルト好きじゃない、あまり詳しくないっていう人と、まあ、ライトユーザーっていうお客さんを、そのお客にしたので、うん、まあ、言うとその結構、簡単なお話しかしてないです。なるほど、ね。はい。コメディチックに持論をちょっと加えて話させていただくという。まあ、オリジナリティでコメディを含んだトークを、ね、都市伝説にこう、はい、合わせて、そうですね、はい。喋るみたいな。はい。相方がなんか、俺と北島健さんのライブだったんで、ね。そうです、そうです、そうです。北島さんと付き合いがあるんかいな。いや、一度、その、お仕事はさせてもらったことあるんです、うん、ちゃんと話したことはないみたいで、普通に、あ、そうなの？あいつもその、山口先生のファンなので、ええ、そのツイッターで見て、うん、あ、してるんだったらちょっと見に行きたいなと思った感じで、その飛び入りで参加したって感じですね。そうだよ、それで、はい、観客席で、ね、そうですね、はい。うん、なるほど。はい。なるほどね。まあ、そういうことなんですけど、はい、で、本業の方が作家さんなんですよね。はい。うね、構成の方をやってることで、はい、やってる。あの、名だたる番組を、ちょっとあんまりあれなんかな。そうですね、でも、はい、あんまり構成作家さん。はい。そうですね。お仕事してらっしゃるという。あの番組めっちゃ南部大好きやからね。あ、そうなんですか。お笑いの作家さんなんですよね。あ、そうです、そうです。お笑いの。だから、間違えられることがあって本を書いてるんですかって言われるんですけど、それとはもう本当に天と地の差で、僕、地の方なんですけど、いや、また。いや、本当に本当に。いやいや、だってそのうちに自分も商業作家なんで。いや、まあ、それ、そうですね。ゆくゆくはなんですけど。なんか芸能ネタとかね。はい、なんか、それでも、あの、覆面作家なんとかなく芸能スキャンダルコラムとかね。はいはいはい。ああいう仕事も来るんちゃうの？そのいや、ありが、そうなったらありがたいんですけど。ね、はい。めっちゃあいつ感じ悪かった。だって、多いもんね。そうですね。名前言えんけど俺もいっぱいおるよ。いや、むちゃくちゃいますね、腹立つやつとか。あ、こいつ、こいつ違うとか俺もおるもん、そうですね。いますね。で、よくそんな話しとったら南部が、はい、うう、俺らもやけどするから、社長そんなこと言わんといてって言うけど。ダメですよ、僕ら何も出てないんですから、ね。お前やけどするほど言ってないから大丈夫やっていうところ、ね。いや、まあまあ、でも、うん、ありますね、でも。
ねえ、はい。まあでも今日はちょっとお話をね、伺おうということで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、水木さん、はい、趣旨をお願いします、はいはい。この番組は、21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、他 YouTube、iTunes ストア、他で放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter は、アットマークビンタロー、アンダーバー、日本。お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。はい、ということでね。うちの犬がめっちゃ乱舞になってる。犬が。ということで、早瀬さん、今日よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。山口ビンタローの日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は070-5683-6052。阿波遍路そば美山に来てくださいね。山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755。営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。 iPhone 無料アプリオカルト情報マスターのオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。そう、山手線沿いじゃないんですよ。何の話ですか。違うんですけど、ね。絶対嫌です。そうですね。私は恵比寿がいいと思います。恵比寿ええなぁ。おしゃれやなぁ。モデルみたい。ね、モデル事務所みたい。ね、君たち田舎者だね。いや、もう恥ずかしいわ。あのね、江戸の町というのは本来は錦糸町のあたりが江戸時代の中心。お前に江戸の何がわかんない。わかるかな。徳島から出てる。あほか。俺、うちは大体大阪の専門、天文学者で、うちには幕府天文型やから、バリバリ の徳川様に、なあ、もらってたんよ。あの天文学者ですよね、狭間、なんでしたっけ、重富。狭間重富っていう天文学者の末裔子孫、末裔です、うん。それは江戸幕府の人、ね。先祖泣いてますよ。あほか、泣いてないわ、めっちゃ喜んどるわ。ひちゃう。違うね、早瀬さんのコーナーなの。親戚も聞いてるから、あ、わかりました。狭間家すごい。あ、すごい。お前、火にあぶらすごい。あ、すごい、すごい。ね。早瀬さんね、なんか作家として、構成、うちのライブってだから、うちの事務所作家さん、構成作家さんがいなくて、はい、ライブとか、はい、あとまあこのラジオもそうですけどね、うん、今日も補佐官がいない状態で、はい、ね、犬が、奥さんの飼ってる犬がこう、よちよち来るような現場で、ね、日々頑張ってるわけですけども、ようやく作家さんがちょっとご協力もしていただきがたいです。ずっとファンだったので、それにつけるっていうのは本当にありがたいですね。いやー、嬉しいです。でもぶっちゃけ作家のプロとして見て、はいはいはい、その、逆にその、もっとこうした方がいいんじゃないか、みたいな、この番組ですよね。はい。なんかちょっとご提案とかが、もしあったらね。ね、何でも言っていただいて。そうそうそう。うん、はい。
別にそれはもういいこと悪いことどっちもいいんですけど、こんなコーナーやったらええのにとか、そうですね、だから山口敏太郎を、まあ、尊敬するオカルト研究家ではなく、うん、一人のプレイヤーとして水木ノアさん、うん、まあ、僕とか、うん、はい、うん、こうした方がいいんじゃないかみたいな、もうね、川柳のコーナーっていうひどいやつがあって、僕聞きました、黒歴史聞きました、はよう笑ろ、はよう笑ろってパーソナリティが言うあまり投稿者が減るっていうねテンションが上げるのが大変だったなあれ、保坂が好きだった。あ、そうなんですか。個人的に多分。あいつが。うん。あいつが俳句とか好きやからね、川柳が。へぇー。まあ、保坂だいぶずれてるんでね。そうなんです。だから、はいはい。うん、そう、いろいろコーナーはこれもう100回以上やってんのにずっと悩んでるので。コーナーが難しいですね。そうなんです、ね、なんかね、なんかこう定着するものがないですね。でもこの番組のだるい感じはいいでしょ。あ、僕それのそれが好きなので、だるいね、聞いてて耳飾りじゃないじゃない。あ、そうですね。あの無理にテンション作って、はい、ハイテンションで行こうやみたいな感じじゃなくて、だるく喋ってるでしょ。はい、うん、それがいいんちゃうかなと思います。まあまあまあ、そうですね。うん、だからノリは関西のどっかあの田舎の方の、はい、あのローカルの AM 局みたいな、はははは、そういうノリでゆっくりやれればいいのかな。あれ、すっごいだるい感じがいい時と、うん、すっごい悪い時、こうそうしてない時がある、はい、すっごいいい時は本当にすごいよくて、皆さんも喋られてて聞いててものすごい面白くて本当に大笑いする時もあるんですけど、うんうんうん、乗ってないなっていう時がすぐ分かって、ダラ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 ただ喋ってるなみたいな、時間早すぎんかなみたいな感じで見てんのかなっていう時はちょっとあったりしますね。ちょっとこれ夜遅いのかなとか想像したりとかしてますね。疲れ切ってる時、疲れ切ってるなみたいな時はあります。どうそれで、ね、大体保坂が、はい、明日までに上げなきゃ間に合わないんですって緊急で招集したりした時はテンション低いよ、疲れ切ってるから。俺もね、なんか締め切り明けとかね、はいはいはい、お忙しいです、ね、時々あるんだわね、はい、いやでもそのぐらい。でもコーナーに関しては、うん、でも川柳だとかいろいろあるんですけど、うん、やっぱり狭いそのお客さんしか引き入れられないので、もっと広く誰でも参加できるようなものっていうのは1個必要じゃないかなと思って、やっぱそれありきで、そのコアな人を引き寄せるっていうのが2個あったりとかしたりとかいいんですけど、1個やっぱり誰でも乗っかれるようなものが、はい、気軽に投稿できるようなものが1個ないとやっぱりダメじゃないかなと思いますけど。じゃあどんなコーナーパクってもいいのかな、昔の。いや、全然パクっていいと思いますよ。はい。こんな日本大好きは嫌だシリーズとか、それはどんどんやってる、ね、でも100回以上やられてるんで全然できると思いますし、ね、はい、ファンからしたらありがたいような気しますし。そうやな、なんか他の人気、うん、過去の人気ラジオ番組のコーナーをパクるって、うん、全然いいと思います、うんうん、全然いいと思います。皆さんも多分それやってらっしゃると思います、ね、そうですね、はい、うん、じゃあコーナーパクったコーナー募集とかかけてもいい、ね、いいかもしれないですね。まずそこからコーナーを募集しますか、はいはいはい、うん、何をパクろうかみたいな、うん、はい、うん、あとそれいいと思います、すごく、うん、はい、そうなんだ、そうなんていうのありますね、はい、いろいろだから、うん、これからまた、うん、ね、だからこのラジオの構成にも何やったら入っていただけるみたいな、だとしたらありがたいですね。うん、メイン MC でもいいですよ、僕の代わりに。いやいや、そんなんじゃ無理。もうそれがすごいベストなんですけどね。はい、だって今日僕南部さんの姿見て安心しましたもん。いや、やめてやめて。やめてやめて、あかんかん。芸人さんいらっしゃってすごいありがたいな。全くいらないですから、僕は。いや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 、ノンボーカルトです。コンビみたいに見てきたな。いや、早瀬さんやっぱりね、お笑いの構成作家さんだけあって、はい、すごく、ハキハキ。もっとだって演者やもんな。そうです。あ、そうですね。はい。何度か出させてもらってます。やっぱりね、勉強で、はい、僕の方が安心するぐらいで。いや、そんなそんなそんな、ありがたいです、本当に。いいですよ、いいですよ。ねえ、どうですか、はい、これからだから、こんなライブを山口敏太郎事務所と関わって売っていきたいとか、はいはい。なんかそういうのないですか、こういう番組をしてみたいとか、うんうんうん、山口敏太郎をこう、どう料理したら、うん、はい。まあ、どういじっても面白くないと思うんですよね。はい、基本は。有田さんの11時ぐらいにやってる番組あるじゃないですか。あ、そう、ちょっと、はいはい、有田さん。もっと放置して。全然、はい、全然。あったじゃないですか。そのなんかいろんなジャンルの方を呼んで、ニュース全然関係ないニュースするみたいなのありましたよね。はいはいはい、ありますね。それに、僕、山口先生出ないかなってずっと思ってて、はい。なんか、
ね、いろいろ、その、ほんと本筋があるんですけど、その本筋のニュースとは全然関係ないニュースをコメンテーターが言っていくみたいなのがあるんですけど、はいはい。番組で。それ出てほしいんですよね、僕、すごい。はい。オファーで出るけどね。いや、本当に出てほしいですね。妖怪とかそういうユーマとかに詳しい人は一回も出てないので、今まで。一回出てずっと定着する番組と、はい、定着しない番組もね、あって、はい。オアスタとかゲストで、河本さんがやってた時に出て、あ、そのゲストの後レギュラーになっていくんやけど、はい。でね、あと、有吉 AKB も一回ゲスト出て、その後準レギュラーになったりね。はい、はい、はい。アグレッシブですけど、何かも、一回ゲスト出て、定着するわって定着するんよ。AKB のやつだと、カッパの会とかですね。カッパの会、あの前にね、小さいおじさんを探せって会があったんです、はいはい、だからね、一回きりで終わっちゃうやつもあるな。あ、へぇ、一滴言うとかね。はい。お願いランキングとかね。はい、はい、はい。この前、有吉反省会。まあ、今後ご縁ができたとかわからないけど、はい、有吉反省会も一回出たけど。はい。なんかね、やっぱスタッフと社長が会うとずっと来るんやな。ははあれはなんでやろうね。この人使いやすいとか使いにくいとかあるんかな。そうですね。そのバラエティの番組っていうのをバラエティの人が作ってる時と作ってない時があるんですよ。うん、あ、ほんまに。はい。バラエティ番組っていうのは本当に、そのニュースからニュース番組やってた人がバラエティ行ったり、したりとかもしてるので、ね、結構真面目な方がやられてる時とかもあるので、でも、うん、古くからやってるバラエティはいいんですけど、新しく始まったバラエティ番組とかって急遽集められたりとか、うん、その制作会社が元々あって、その制作会社が作ったりしてるんですね。なんで全然そのバラエティ詳しくない人も混じったりとかしてるので、うん、その、まあ、それもあるのかなっていうのは、バラエティ本当詳しい人がいらっしゃったら、うん、山口先生その使いたいとかってなると思うんですけど、ああ、真面目な人とか、ね、はい。真面目な人とか、ちょっとふざけられたりとか、うん、自分の台本通りに行かないと、うん、まあ、番組ではその外したりとかもすることありますね。あ、めっちゃ怒る人おるわ、台本無視したら。そうそうそう、言いますね。よく無視するからね。それはありますね、でも。そこら辺戻りにやってくれないと、ちょっと外そうか、みたいなんだったりする人もいますね。うん、難しいよね。はい。かといって俺の場合、微妙なやり方やんか。はい。その、八百長のオカルトはやらないけど、はい、割とシリアスながらバランスをとってエンタメのように寄せるやつやから。はいはい、わからんのよね、立ち位置は、はい。いや、僕本当に、だから、今が一番僕、ベストだと思いますよ。お今のスタンス。はい。で、その本で、オカルトの真面目なやつをやって、うん、テレビでちょっとチャラけたというか、うん、その、うん、UFO、この UFO 画像は違うぞ、とか、でも本当にそれがあるからこそ、うん、ちゃんとした UFO 画像っていうのは、これ本当ですっていうのが信憑性増しますし、そうなんね、なおかつそこまでのその、うん、道筋で、これ UFO 違いますよ、こういうことですよっていうのがあるからこそ、うん、そこ面白で生まれますし、そうなんだね。だから、はい。バラエティーとそのコメディーっていうののオカルトをどっちも両立してるのが山口先生しかいないので、今。だからプロレスファンやったからね。はい。真剣勝負のリアルファイトとアメリカンプロレス両方やってるんで。だからベストやと思います、今。ほら、テレビでね、はい、のスタッフ側が、俺は、例えばニラサーさん的な人やと思い込んでるわけ、ね、はい、それがね、問題。はい。だから、なんて言うんだろう。あ、この人は、その、ガチもやるけど、はい、ふざけるのはエンタメとしてふざけるだけや。心底頭がおかしい人と思われてる場合があるわけよ。はいはい。ね、これ宇宙人の住民よと言ってくださいとかね。はい、いやいや、それは俺の立ち位置ちゃうし、みたいな、ね。だからね、その、オカルトっていう人は全部みんな思い込んでる人やという思い込みがあるよね。はい。だからそれごっつい困るわ。そう、やっぱこれからだと思います。徐々に出られてるじゃないですか。そういうなんかそのコメディを入れたような感じ。うん、これからだと思いますね。だから、あ、ビンタロウさん革新的にお笑い、ボケてはるんやっていう、分かってくれてればいいんやけど、はい、山口さん、地球上に宇宙人は数万人いるんですね。そうやって言ってください。いや、はいはい、おらんだな、とか言っちゃうからね。はいはい、でもお笑いファンとかは、顔見て分かると思いますよ。あ、この人ボケてらっしゃる。ボケてらっしゃらないっていう、マジやなっていうのが。そうそう。ありますよね。お笑いファンは分かると思います。関西人は分かってくれます。西日本の人は分かってくれるんですけど、はい、東京の人がやっぱ大阪に行って釘付け見ると衝撃を受けて、はいはい、山口さん頭狂ってしまったとかね、はいはいはい、言っちゃうんだよね。だからその僕も芸人さんとか結構知り合いたくさんいらっしゃるんですけど、いるんですけど、その芸人さんは結構ファンの方多いですね、山口先生は。テレビで、はい、面白いよね、あの人とかっていうふうに言われてたりとかして。だからお笑いの構造をオカルトに利用してるところは確かに、ね、はい、うん、だからそこら辺が難しいんだよね。そうですね、難しいと思います。不勉強なスタッフだと喧嘩になるもんね。よく喧嘩します。なんとんかこら、みたいなのがね。はいはいはい、まあ、そうですね。まあ、大変ですね。はい。なるほどね。はい、まあ、でも、うん、今のまま頑張っていけばいいんじゃないかっていう。あ、今の、そうなんですね、今の、ね、今のね、今の、線で面白いの、今の出城ぐらいで、まあ、ずっと行って、まあ、水木しげるみたいに、はい、
あのちょっとチャーミングなおじいちゃん路線に60ぐらいから変えていくとかね。ハンバーガー食ったりとか、うん、そんな感じで定食食べたりとかそういうパターンね。それ以上に南無くんがね、あさみちゃんとコミ君だからね。あ、そうですね、その話も今日したいですけど、それをね、早瀬くんにねちょっとアドバイスしてあってよって、ね、今度本当に見させていただきたいです。私見てきましたもん、ね、あ、本当ですか。その初披露の日、はい、行ってきました。面白かったんですか。面白かったですよ。男女って難しいですからね、うん、難しいそうですよね、男女でしかもダブルツッコミでしょ。あ、そうなんですね。いやいや、ダブルツッコミのネタではないですよ。うん、うん、違います、違う。でも何も、ね。もう何も見てへんのに。見てないのにね。困ったわ。いやいや、その時のネタではなしに、この人は本質的にツッコミの人やから。いや、俺ピンの時ボケやってたやん。いや、ボケもやれるけど、ツッコミの。ボケもやれるけど。ツッコミの議論に比べたら全然ボケ面白くないもんね。いや、それはこのラジオで聞いてる人はそういう人多いですよ。ツッコんでるやんとか。あの、神戸中年ステーション。あれも聞いたんですよ。全部聞いたんですよ。聞かれてる、ウジボートのやつ。あれこそ緩いやつや。全部聞いたんですよ。でもツッコミむちゃくちゃうまいですよ。マジっすか。こんな番組で神戸中年の名前が。まあ、インディーズのね、はい、素人時代でやってた僕の。面白いです、本当に。あ、そうなの。あれ面白いよ。面白いです、本当に。いやいやいや、やめてやめて。いや、まあでもこの番組でちょっとね、はい、僕もが、一皮向けていこうかなと。うんうんうん、でもまああれやな、南部くんとあさみちゃん売れてくれたら俺もありがたいんやけどな。でも別れたらよそ行くよ。そうなの。誰もやん。そうよね。それは僕はそんな金の計算できへん、そんなおはじきしかできへんような事務所でそんな無理無理。そうなの。おせんおせんよな。5億利上がってとか言ってもっと賢い。指つこてるでしょ。みんな。俺見たことあるもん、こうやってんの。また信じたらどうするのよ、お前。これ信じてるように喋っちゃうってことは、まだまだボケとしてダメなんですよ。いやいやいや。なるほど。そう、頑張っていこう。真面目な人がおんねん、真面目な人がおるね。信じるぞ。真面目な人はもう聞かないでください。そんなこと言うなよ。怒られるな。また怒られるな、これ。俺、ツイッターで文句言われるのよ、そうやね。大体文句が山口さんに行くんですよ。俺じゃなくて。なぜか俺には来ないんです。大体、花子の接客態度とか、あの、保坂のマネジメントとかね、いろんなとこでこれ事務所社長やからね。アウトデラックス出てからやっぱ変わってますよ。ツイッターででも、社長宛てツイッターメッセージ多いもん。そうそうそう。あの、このグッズの価格はこうですけど、ちゃんとお釣りがいらないように端数を切ってくださいとかね。いや、そんな細かい。アイドル業界は怖いで。そんな細かい。780円じゃなくて800円してくれ。いや、それ各自がやってることやから、そこまで俺に言われたってさ。あれは細かいな。まあまあでも、そんな感じでね。はい。じゃあ、今日、一日お付き合いくださるということで、また、林さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。山口敏太郎の日本大好き。今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが、飼ってた犬から聞いた話なんですが。こんにちは。一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ド S な一休にド M な新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉親王頑張れ。はい、ラジオネーム匿名希望さんのお便りです。はい、皆さんこんばんは。はい、皆さんに幽霊についての質問をしたいと思います。最近のニュースを見ていてふと思ったんですが、人が死んで幽霊になるには何か条件のようなものはあるのでしょうか。自殺や殺人なら幽霊になるとか、こういう死に方をすると自爆霊になりやすいなど、人が死んで幽霊になることはどのように考えられてきたのでしょうか。逆に幽霊にならないパターンなどはあったのでしょうか。教えてください。ならないパターン。ならないパターン。死んだらみんな幽霊なんじゃない。うん、でも、ね、あの、死んだことに気づかないと、ね、でも、客観的に見たら、あれなんかおるみたいになるから、幽霊じゃない、はい、なんか、アメリカで、うん、その、
5歳のルーク君っていう男の子がいたんですけど、ルーク君、はい、うん、なんかその前世の記憶を持って生まれてて、そのパターン、はい、女性の本当にもうあの生まれも全然違うところの女性の記憶を持っていて、うん、その人のその女性の、記憶をたどると、一、うん、回亡くなって天国に行ったんですけど、その天国で神様が、君はもう一回下に行けって言って、そのまま幽霊にならずに下に行かされたみたいな。直行や。直行ですね。そうか、直行や、そういう場合はならない。目が覚めたらルーク君になってたっていう情報もあるので、もしかしたら、幽霊返さずにそのまま直で生まれ変わるみたいなのもあるかもしれないです。あるかもしれない。もしかしたら。そこだよね。はい。そういう場合もあるよね。というのがありましたね。霊界とかでうろうろしたり、ね、時々玄関に戻ってきたり、はい、身内の枕元に対して、うん、幽霊時代がすごくね、はい、あ、帰ってくる場合、すぐ帰らされる場合もあるの、うん、みたいですね。それどういうことなんやろ。いや、本当よくわかんない。でもその人は火事で、うん、事故で亡くなってるので、それもしかしたらあるのかもしれないですね。予想より早く帰ってきたとか。はい、そうですね。お前もう一回、再留学みたいな。いや、そうかもしれないです、もしかしたら。だからそのパターンでない限りしばらく霊界と幻界をフラフラしたりするみたいもんね、はいはい、だからあでも俺霊界に一回帰ったらしばらくは霊界で置いたけど、うん、そう思いません？私もしばらく霊界で休みたい。あ本当ですか。だって人生疲れるでしょ、うん、僕すごいエンタメが好きなので、うん、早く戻りたいです、ね、戻りたいですか、はい、霊界は霊界のエンタメがあると思う。きっと楽しいと思う。そら行ったら行ったらさ、はい、もう歴代のテレビ番組のおってさ、はい、ちょっとこっちで曲やって、番組制作かな自分とか。やっぱ乗り遅れたくないんですよね。うん、エンタメ。あ、でも行ったらね、あの、だいぶ変な、ゲバゲバ90分とかね。ああ。昔のテレビ番がね、それはいいですね。シャボン玉ホリデー的なことやってたらどう？ちょっとさ伝説の青島幸雄先生の下でおるとかね。ちょっとだけじゃあお邪魔します。なんかちょっと、ちょっとだけ。絡んでみたいやん。まあそうですね、確かに亡くなったから、ね。俺も死んだら、義母愛子さんとか、はい、あはははは、あの、その先輩方、面白い人たち、はい、確かに。ちょっと絡みたいわ。確かに。うん。絡みたいでしょ？絡みたい人いっぱいいますね。ねえ、ほんでお話だけして、うん、だから俺、速攻で帰ってくるって嫌やな。丹波哲郎さんに。ああ、ね。丹波哲郎先生、俺結局仕事せんかったもん。で、死んだけど、どうやったって聞きたいですね。はい、霊界、霊界。死んだら驚いたって書いてある、はい。って言うてた人が、死んだけどどう？死んだけど、ね、うん、いや、俺ね、死ぬ瞬間に、しもたと思うかもね。あ、どういうことですか？だから俺死ぬ瞬間にこう意識がなくなっていって、はい、しもた、霊界ないかもって言って、フェードアウトしてるとか。あるんでしょ？何があるんですか？俺はあると思ってる。霊界ですか？霊界はある。私もあると思ってますよ。僕もあると思ってます。あると思ってますよ。あって、霊界に帰るでしょ、うん、で、これはもうアバターの仮の肉体じゃん。うん、はい、で、本棚に帰って、あーって目を覚めて、あ、70年生きてきたけどって感じになって、うん、はいはいはい、70年この世界でね、はい、金稼いでご飯食べて生きてきて、はい、もう限界やと。はい、ほんで、すぐ行けって言われたら、神さん、それは殺生でしょ思わないですか、皆さん。確かに、ちょっと休憩欲しいかもしれないですね。うん、霊界でフラフラして、休憩は。で霊界がどうなったかちょっと知りたいよね。はい、あ。知りたいですよね、うん。ネット通じてるとこに生まれ変わりたいですけどね。霊界ネットがあります。霊界ネットですか？霊界ネット絶対ある。でも霊だったらネット通信いらないんじゃないですか？あ、だって思ったらすぐ瞬間そこの相手に届くし。だから、あの、検索も自分の霊能力で。自分の声で全部できちゃう。多分、あの、アカシックレコードのやつきっといっぱいある、はい、あれ、そういえば、100年、幕末のあの時の合戦は誰と誰だったら、ピッ、あ、そうか。全部分かっちゃうんじゃないかと思う。はいはい、だから、早瀬さん、絡みづらいやろ。オカルトの人らって。こうなっちゃうと、私もなんかノリノリになっちゃうからな。早瀬くんは絡めるんです。さっきから現実に戻そう、現実に戻そう思ってさ、ね、ネットとかさ、あの、取りだめた番組がっていう、はい、まぁ、ちょっとしたあれを言って、うんうんうん、いやいや、それはそれでいいよ。だからオカルトなんです。そうそう。霊界の話になっちゃうとな、私ももう止まんない。オカルトの世界はなかなか世界が崩れる。いやでも俺は全然観点違いますけど、うん、死後の世界とかはまああるかないかはわからないじゃないですか。わ、うん、からないものとして、うん、前世っていうシステムを人間が思いついたのはすごく発明だと思う。うん、ああ、それは解釈でしょ。結局前世とか来世の概念があると死ぬのがちょっと怖くなくなるんですよ。なくなる。うん、そう。うん、私もね、最初そう思ってたんですけど、うん、本当に最近は膨大な、その医療データがあるんですよ。うん、本当にその医者とか精神科医が、調べに調べまくった何千件っていうデータがあって、うん、まあ、これは、
どうにも説明つかないよねっていう、うん、なぜそれだけのことがわかるのかっていうのがやっぱり生まれ変わり、うん、NHK でやってる、うん、NHK でもやってて、 NHK でドキュメントでやってる、生まれ変わったからこそわかってる、わかってることとしか考えられないようなことがあって、うん、で医者も悩んでるっていう、だってな、あの、岐阜の主婦に催眠かけて、うん、でね、やばすぎてアンビリーバボーでも放送できたんですよ。あのね、あの、二つ伝説ができたよ、はい。で、一つは、浅間山の噴火で死んだ村の少女。うん、私は、こう、生贄になって、うん、なんか土石流かなんかで、こう、ごちそう食べさせられて待ってて死んだと。で、それで調べたら、その村に確かに浅間山噴火と一人死んでんねん。で、あ、こんな記録をね、郷土史家が一生懸命調べて分かったやつを、うん、岐阜の州がなんで分かってんねんと。まあ、それは偶然当たったのかもしれない。うん、で、もう一つその州が、急にネパールの方言を喋り始めて、でな、ネパール語だったらどうにかこっそり勉強するかもしれんやん。方言。方言。で、ネパール人に聞かせたらネイティブ、100% ネイティブな方言。アメリカ人が突然日本語も勉強してないアメリカ人が突然津軽弁で喋り始めたらびっくりするでしょ、うん、びっくりしますね。で、家族に聞いても、お子さんとか旦那さんに聞いても、いや、うちの人はそんな、あのね、お母さんはそんなネパル語だったら勉強してないよ、うん。家族常に一緒に暮らしてるんで、ね、すごい。じゃあ、それはいつ覚えたんやと。しかも方言って日本語で、日本で勉強できない。だからこれは俺ほんまに前世があって、そこのネパールの地方におった人の記憶があるんじゃん。うんうん、でも考えてみ、この分子が分解されて、死んでね、焼かれて分解されるでしょ、うん、この分子はね、大体ね、数分でね、地球上にまんべんなく広がるんですよ。で、それが、人参なんか入るとかね、うん、お肉なんか入るとか、魚なんか入って、それをまだ僕ら食べるやん。で、また俺らの分子になるやん、うん。その分子に記憶があるとすればね、こっちに記憶が移植されてもおかしくないよね。うん、だって僕らがこの構成してるね、この細胞は、もともとマリリン・モンローだったり、ジョン・レノンだったりするやつもあるわけやから。な、他の記憶が混入する可能性だってあるよね。でも俺は前世があってほしいな。心臓移植とかで、心臓移植されたその記憶を持ってたりとかする人もいたりとかするので。だからその中にね、記憶があるからこそっていうのもあるかも。食生活変わるらしいでしょ。そうですよね。そうですね。好みがいろいろ変わるっていう。急になんかスポーツ好きになったり。そうそうそう。そうですそうです。食生活が変わったり。はい。やっぱりその細胞に何かしらの記憶があって、っていうこともね、まあ、医学的にも考えるし、うん、まあ、スピリチュアル的にも両方の観点からね、はい、生まれ変わりを調べてるけど、はい、でもなかなか結論は出せないみたいな。いや、でもね、なんかね、あの、怖いことあるよ、いっぱい、世の中。あの、催眠療法やってて、まあ、あの、人格ってこの肉体には一つで宿ってるじゃない。本当に人格って一つの肉体に一個かな。まあ、キツネ付きの話もあるんやけど、俺の催眠の友達が知り合いがね、催眠やってたら、お前の催眠のやり方下手くそやと、急にその患者が言い始めた。はい。で、俺は悪魔やと。お前の催眠の書き方あかんな、ってダメ出ししてきた。あ、この人の深層心理かなと思って聞いた。ああ、そうやるんですか、わかりました。気をつけろよって、悪魔去っていって。半年ぐらい経ったら、はい、違う患者さんが急に、おい、この前俺が教えたったら、お前また違うことやってるなって。ええと思って、ひょっとしてこの前の、そうや、悪魔や。俺こういうふうに言うたやろ。全然関係がない人が言い始めて。この前言われたと同じやり方よ。やってないやんけ。じゃあ、この喋ってる人は誰？この患者さん二人は接点がないの。だからそんなん考えると、あれ、やっぱり俺たちの肉体ってのは仮の肉体でいろんな人格があって憑依したり、その人格の前の人格の人生があったりするのかなと。いや、俺でも霊界に生まれ変わったら、次の人生も作家やりたいと思わないね。どんな、うん、逆にどんな幽霊になりたいですか？どんな幽霊？死んで幽霊になるとして必ず。どんな幽霊？うん。どんな幽霊って考えたことない。まあ、山口敏太郎はね、死ぬじゃないですか。うん、去年49で死ぬじゃないですか。はい、もう何もうか。過ぎてないですか？はい。過ぎたかも。まあまあ、行く。な、でどんな幽霊？いや、どんな幽霊かな。いや、一応ね、世の中、旅行的なとこ見てみたいけどね。あ、うん。あの、いろいろ、マチュピチュとかね、はい、まだ行ってないし。行ってない。各地で見られる幽霊になりたい。なんか思ったらその瞬間その場所行けるらしい。そう、世界中の名所を見て回りたい。それから成仏させて、四十九日の間に。私もそうしたいと思ってました、ね。あ、だから浮遊霊みたいな感じかな。浮遊霊で観光地を見て回って、ああ、こんなんやったやなと思って霊界に行きたい。
うん、同じですね。え、水木さんもそうです。私も地球のも全部見て、なおかつ金星って思ったらパッともう金星にいるわけですよ。それを見たい。もう見れる。金星みたいですか？金星みたい。金星さすが。金星別にいいですか？あ、でも俺火星やな。火星ですか？でもよ。であと太陽とか、霊だったら平気だから。物理的なものは。そうか。うん。ふわって一瞬で。ふわって行って太陽の中に入るとか。俺月みたいな、次ってアポロの着陸口見てきたけど。え、月なんて近すぎるじゃないですか。あ、そうかな。でもまあ月の裏側を見てみるとかね。火星のあの人面積を見たり。実際どうなってるかとかね。僕も家の周り、うろうろしてるぐらいでも全然。全然いいです。出不精なので。あ、じゃあ近所フラフラして。そうです。近所フラフラしてまたおったみたいな感じがでも一番いいですね、僕は。はい。なんかでも長い間おったらだんだん悪霊化するみたいね。そうですね。連れてきて。だんだん恨んで。悪さばっかりしてね。まあそれは、それでまあいいかなみたいな。悪霊になっても。はい。あんまりまあ、でもあれですよ、自分が死んだことに気がついた人は、すぐバーッとお迎えが来るので、不幽霊にはならないと。うろうろしてるのは知らない人たち、自分が死んだってこと。でもね、200年ぐらい経つと、不幽霊も証明するってアリーさん言うてたから。少年、どんな風に証明するのバラバラになって、もう。あ、だんだんもう、じゃあもう、もう、なんかぐちゃぐちゃの塊みたいに、ね、人の形でなくなってくるみたいな。まあ、それが妖怪ってやつちゃうかみたいな話してて。いや、だからもう、とっとと上行ったら、まあ、四十九日終わったら上行った方がええんちゃうかな。そうですね。まあ、それは未練はあるよ。例えば自分の子供がおるとか。ありますよね。あ、これ、親より先に死んだよって、ね、気悪いですね。もうごめんね、みたいな気持ちだったらいけないけど。とっとと行った方がいいよね。うん、行って帰ったらちょっと人格変わるんかな。どうなんすかね。はい、どうもお疲れーと。はい、何ヶ月千秋楽お疲れでした。はい、どうも。いやー、まあ今回も作家さんの人生もめっちゃ疲れたわ。ちょっと神さん、次ちょっと僕はお笑い芸人になりますとか。はいはいはい。そうやって反省文化されるでしょ、うん、あ、らしいですね、でもね。なんか反省させられる。はい。嘘ついたりだとか。あと、敵対していた人たちとみんなで反省会、ミーティングで、いろんなこと言った。いっぱいおりすぎる、すごい敵がみんな集まって、あの時はどうだった、だったって、次はこうしようみたいな。あ、そうなの？霊界でね、どうなったんですかね。合わせて死にたいですね、だから、喧嘩に。ああ。霊界でしばらくこれブラブラおるけど、死んだら訪ねてきて。あ、ほんですか。ありがとうございます。お願いします。死んだら訪ねてきてありがとうございます。何の会話を僕は聞かされてるんですよ。霊界の会話。霊界、ね、よかったんじゃないですかね。はい、じゃあステッカー差し上げます。山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。はい、あっという間にエンディングでございますけども。あっという間でしたね。ここで水木ノアさんから告知があるということで。はい、あ、そうなんですよ。LINE 占いっていうのが、今、女子たちの間で流行ってるんですけど。最近の女子は LINE で恋占い、恋の相談をするんですよ。そうなんですよね。黙っとけ。いや、いや、いいです。社長も全然喋っていいんですよ。これを聞きに来たんですよ。怖い。仕事してるだけやから。やべっちのやつ。仕事してるだけやから。やべっちが岡村さんを止めるやつ。
なんでそんなごっつい上と言うんですか。もういいんですよ、水木さんが喋るんです。はいはい、あの、LINE 占いに、うん、あの、私も含め、タートルカンパニーに所属している占い師が、占い師として登録したんですね。で、3月15日に、まずその第1弾、デビューがあって、うん、私も3月15日から、あの、鑑定をする占い師として、LINE 占いに登録したんです。で、今回私、今日までの間に2日間占ってるんですけど、うん、ものすごくたくさんのご依頼があって。今、何件ぐらいご依頼があったの？今までで、まあ、2日の間で14、5件は占ったんじゃないかなと思うんですけど。え、それを？アーリンさんも来てるしね。どういう仕組みなんですか？はい、LINE 占いというアプリをダウンロードね。アプリを、皆さんはアプリをダウンロードしていただいて、うん、てそうすると、今、占いますよっていう、占い師の顔写真がどんどんこう出てくるわけですよ。はい、で、そこから、その、占い師の写真と、プロフィールを見て、うん、あ、この先生がいいなっていう風にして、まあ、タップして選んでいくと、はあはあ、その先生に占いのその相談内容を送れるコーナーにたどり着くんですね。で、それを送ってもらうと私たちにピーンって到着して、で、内容を読んで、またこっちで文面で、うん、あの、返信をするっていう占いシステムなんです。だからまあ、会わなくてもいいし、喋、うん、らなくてもいいっていう。ノアさん、ちょっと名前が違うんですね、占い師名。そう、私はですね、カタカナでノアで、星月って書いて、星月、うん、ノア星月っていう名前で、うん、あの、タロットカードで占ってます。うん、最近占い師と、あの、ドラゴンパレスが悲劇的な崩壊してから、悲劇の崩壊をね。大赤字を出して、我が社に多大な損害を与えて、潰れていったんだけど。ね、はい、あれ以来やもんね。そうですね。その後、個人的にちょっと占ってはいたんですけれども、今回、まあ、デビューとしては本当に1年ぶりの占い師のね、仕事。あ、そんなんなの？ Facebook にも書きましたけど、うん、占い師としての、まあ、ちゃんとした仕事再開は1年ぶりなので。そんなのありますかね。はい、はい、なります、なります。で、ノア星月でやってますので、うん、まあ、もしあの、皆さん、うん、私に、ちょっとご相談したいということがあれば。半額セールでしょ？半額セールで、2週間。なので、3月いっぱいは、うんうん、規定の価格の半額で受けたまわれる。うん、6000ポイントぐらいかな。そうですね。ラインポイントの。で、それはあの、タートルカンパニーの所属している占い師が、うん、デビューした占い師は多分みんな最初に2週間は半額ですよね。うん、今のところ5人デビューしていて、5人デビューしてる。まあ、ノアさんと、あ、アーリンさん、ね。アーリンさんと、あとアクアさん。アクアさん。と、あとどうですか、ジンソーキリカちゃん。あ、キリカさん。あとね、あれですわ。あの子、だっけ。アーリンさん、ノアさん、ジンソーキリカちゃん。アクアさん、アクアさん、あ、カミンチュさん。落とさへんのかい。ね、あんだけ多分。あ、ごめん、そこでノアさんともう一回言うたよ。まあまあまあ。うん、それか、まあまあ。真剣に忘れてた。本当に忘れたの。ガチで忘れた。その5人が今デビューしてて、あとその後。カミンチュさんとアーリンさんがぶっちぎりや。あ、そうですか。やっぱり沖縄のカミンチュっていうと、うん、ユタとか、そういうイメージがあるやん。だから、やっぱ、カミンチュさん来てるわ。すごいと思います、ね。で、アーリンさんも、やっぱ、なにわの風水師やからさ、わては何話の風水師が、ガーンって言ってる。まあ、朝まで占ったんでしょ、アーリンさん。すごい、え、それ時間制限とかないってやつ？あのね、例えば、待機時間が、その鑑定士が9時から23時まで、うん、21時から23時までの間の2時間だけ待機したとします。はい、だけど、お客さんはどんどん自分の相談内容を送ってくるでしょ、はい、その2時間の間。LINE ができるんですよね、LINE ができるわけです。そう。あと、文章を送ってくるお客様が、例えば30人いれば、2時間の間に30人の依頼が来る。っていうことになるわけ。そうすると23時でストップするんだけども、鑑定士としてはどん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 朝まで、その溜まっているご相談内容を鑑定し続けて、最後12時間以内に全部送信しないといけないっていうのが、こちらの鑑定士の仕事。じゃあ逆に待機でずっと待機してるところに一人だけがポッと入って、ずっと喋るっていうこともできるっていう。そうだね、トークじゃないので、全部文章文章のやり取りなんですよ。その1やり取り、うん、何やり取りまでって決まってる？決まってないですよ、ね。決まってない。条件は決まってない。うん、だとしたらほんまに一人お客さんしかおらんかったら、延々とラリーが続くっていうことですか？うん。一人のお客さんしか依頼がなければ、何時間待機していても、うん、その一人だけ。付きっきりみたい。でも一度こう文章を送ってしまえば、うん、それで一旦鑑定終了になっちゃうので、うん。向こうが欲すればでも。そう、でもまたじゃあリピートで、
この質問はどうでしょうかってなったら、またお客様の方が6000コインとか買って、ああ、そうか、またその、うん、依頼をするっていうシステム。ああ、依頼がね、だいたい6000コインが3000なんぼかな。そうですね。ほんでね、確かね、アクセスするたびにポイントが溜まっていくんですよ。はい。だから、LINE のヘビーユーザーだったらすぐポイント貯まるから、そうですよね。そういうので使って占うみたいな。うん。だからそんなに高額のお金はかからないで、占える。みたいですし、お手軽ですから、うん、なんかで、あの、待機してる鑑定士はみんな、あの、うん、ちゃんと修行した本物の鑑定士だから、うん、まあ、こっちの方が占いやすいかな、みたいな、お願いしやすいっていうのもあるのかもしれない。保坂がなんか、俺は占いになったら最強レベルだとか言ってたよ。占い師に転向したら。いや、まあ、あいつ。素人さんですから。まあ、言うでしょうよ。いや、あの、いや、あの、いや、ノアさんとガーリーさんと俺、語学で、いや、俺、いけるんじゃないかなって言ってた。そんなこと言ってたんですか、保坂さん。マジ？ノアさんは専門は何なんですか？私、タロット占いなんです。あ、タロットカードね。そうなんです、タロットカード。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、面白いですね、うん、タロットカード。いや、もう、だから、保坂が、あの、占い師、あの、うん、占い師に転向して。保坂好きやなあんたなあ、そうね。誰が興味あんねん。保坂情報。でも本当社長は保坂のビッグマウス情報、誰が興味あんねん。そうね。いや、かみさん、うちの嫁なんかな、うん、じゃあ保坂そんなね、自信あるんやったら、じゃあ占い師やらしてね。うん、ノアさんとアーリーさんと戦わしてる、うん。いや、そんな簡単に占い師とかできないでしょ、だって。いや、猛勉強するとか言ってる、今からタロット占い師になるために、ね。まあまあ勉強はね、いるでしょうけど、タロットカード、で、どうですか、その好評ですか、やっぱり。まだね、そのお客様からの反応っていうのがまだ2日目なので、あ、そうか、2日目か。で、相談内容は来て、で、それを熟読して、うん、で、相談の鑑定結果をお返しするっていうところまで、今、柔軟に。リピーターが来たらまあ OK とか、ね。そうですよね。占いか。で、以前私、電話鑑定をやってたんですよ。はいはい。電話鑑定の時は、例えば2時間、の待機だとすると、うん、ほとんど一人か二人、うん、ずっと喋ってるから、ああそうか、で喋って鑑定をしている間に待機時間も終わりますよね。なので、あのじゃあ LINE の方が件数は、LINE の方が件数は相当多いですよね。でもその分、うん、やっぱりずっと文章を書き続けてるっていう、ランキングのトップの人たち、うん、で、ね、LINE 占いのランキングトップになっただけで本を書きまへんかっていう話が来る。今そういう時代なんで、人気占い師をライン占いのランキングから引っ張るらしいね、テレビとか。あ、なるほど。いや、だからね、あれですよ。ほんで、売れっ子になると1ヶ月300件。うん、この300件の相談をこなすらしい。うん、いやいや、相当パソコンに向かって文章を書いてるっていうことです、ね。一日中書いてないと、落ちかないっていう。うん、だからその300件とかこなす人は、もう月間100万とか。ですよね。多い人は2、300万いくらしい、ね。うん、ですね。300件ってことは、まあ平均し1日10人を占ってるってことですよね。うん、で10人分の相談内容をちゃんとメールにして送って、お客様からもクレームもなく、ちゃんとうまくやってるってことは相当な能力だと思うから。まあ、コミュニケーション能力と、メールの作成能力がある。そうですよね。文章力があるんですし。時代が変わったなと思って。うん、僕らはだって新宿の母とかね、うん、代々木の母とか、なんかそんなとこ行って、うんうん、またカッコつけて都会人に、うん、徳島から出てきたさっき恵比寿がどうだろうなって言ってたくせに。バイハグ時代俺、だいぶ出てるやんか。小岩より西には行けないとか、怖がってますよ。小岩より西にはもう近づかない。怖いですか？いや、新宿とか渋谷怖い言うて。大学時代俺横浜やったよ。それ行き過ぎてんねん。横浜は。いや、だから俺はね、うん、神奈川とか、うん、総武線とか、横須賀線が好きなもう傾いてるなええけどね、うん、まあまあでもそんなんでいい感じのスタートを切ってるっていう。はい。LINE 占いにはタートルカンパニーの所属の占い師が、たくさんいるので。これだからね、ちょっと今。うん、うん。企画としてあるんですけどね。今、早瀬さんが来てあって、これ、こういうのはどうですか？こう、うん、今、次2本目あるじゃないですか、2本撮りで。はい、で、はい、その間にちょっと、うん、オフで占ってもらって、うん、ノアさんに。はい、で、そこで、まあ、言えないこととかをきっちりこう、自分の頭の中で編集した上で、次回ちょっと、その、早瀬さんはこうです、みたいな、うん、言える部分だけを言うみたいな、うんうん、言うの企画はどうでしょうか。あ、それいいんじゃない？一回、ちょっと、うん。やりがたいです。でも、占いしたことないので。うわ、ね、はい。手相見てもうたんですね。酒飲んでて。なんか手相、一回、2000円払って、払ってもらったんですけど、うん、手相占われずに、うん、
いい、眉毛をしてるねって言われて、追い返されたんですよね。それで終わり？はい、それで終わりました。あ、人相見やね、それね。そうですね。うん、それで終わったので。腹立つな、はい。人っぽいです ね、 そうですね。いい眉してるねって言われて、占いでも何でもないんですよ。占いでもないです。はい。まあ、でもね、眉の形で、その人の運勢が変わるっていうのはよく、はい、まあ、よく言われますよね。人相占いってあるよね。人相学でね。あ、まあまあね、ありますけど。うん、ちょっと一遍だから、はい。まあまあ、これ、ボツになるかもしれません。次回もしかしたらということでね。はい。よろしくお願いします。はい、そうですね。そうですね。早瀬さんの方も何か告知とか、ありますか？告知で言える告知っていうのは、その、うん、あんまりないんですけど、ポッドキャストやっているので、はい、そうですね。はい、そっちの方 も、 も聞いていただければなと思う感じですか、ね。あれはどこで撮ってんの、うん、ライブハウスかなんか撮ってんの？いや、僕も本当、自分の家で。あ、そうなの、はい、相方呼んで。そうですね、はい、自分の家で。ああ、なるほど。簡単に、はい、撮ってます。公開イベントやればいいのに。あ、それが、なんか今度、その、イベント会社からなんか連絡来てまして、で、そのポッドキャスト聞いてます、ちょっとイベントやりませんかっていうのはあるんですけど、まだ今、ちょっと、まだ1回しか会っていないので、こういうのやりませんかっていうのは、どうなるかわからないですね。いつ頃やるかも全く何も決まってなくて。花子とか中澤くんとか、はい。相上とかうちの若手を呼んでくださいよ。いや、そん、いいんですか？もう行くでしょ。電車賃出かけたら喜んで行ってくれると思いますよ。バスガイドやってくれって言われたんですよ。バスガイド？はい。よくわかんないですけど。何それ、はい。なんでバスガイド、なんかオカルトツアーかなんかな、そうですね。ああ。そういうのは、あやのこうじ、君まろさん的な、うん、そうですね。ちょっと難しいんですけど、はい。あ、でもいいんじゃない、やってくれって言われて。うん、ねえ。はい。あのね、時々イルミナティですって、はい、なんかね、これアナウンスあったら。あ、まあ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 、そうですね。秘密結社の本部回ったら、バラ十字会とか、あ、フリーメイソンとか。そう、それもちょっと考えたんですけど、ね、新興宗教の本部回るツアーだと、はい。前なんかその番組で、秘密結社となんか、コンタクト取れませんかっていうことで、連絡したことあるんですけど、うん、全部もうぶっちぎられて。あ、俺紹介してあげるわ、うん。友達おるもん。逆にちょっと、でも怖いです。バラ十字。怖いよね。怖い。電話したほうか？いやいや、全然、本当に。うん。大丈夫よ、普通。本当ですか？もう幕末と一緒よ。もうイルミナティも何でも来いやってる感じやわ、はい。どういう意味ですか？どういう意味ですかね。いや、そろそろ、ハイゼさんも突っ込んでくる時期やなと思ってました。そうか。本当でもありがたいです。でもそういうふうに。いや、でも。まあもうコネはあるということです。すごいです。ありがとう。そうですね。ということで、はい、じゃあ、お便りお待ちしていますということで、鈴木さんお願いします。はい、お便りをお待ちしております。メールは、日本大好き2005@yahoo.co.jp まで、うんうん、ドット JP までお願いいたします。番組公式ツイッターもございます。アットマークビンタロー_日本。お便り採用された方には特製ステッカーを差し上げます。ハーセさん、ちなみにメールとか送ったりはしてくれたことあります？はい、いや、おこがましいかなって思って。ああ、みたいなもんがその連絡してもいいものかって。いやいや、もうそんな。もう終始腰の低い、そんな。じゃんでもいいですよ、ほんま。本当に。あ、本当はあの、YouTube で何部しねえとか書いてたの、いやいや、何ですか、いや、なんだろう。本当に今日は。なんだツッコミ笑ってるみんなを見ててそれで嬉しいので。うおー、ありがたい。ファンなので、本当にただの。いやいや、はい。そんなもん。この番組、ね、ただのファンなので。どうなるんだろうね。どうなるんでしょうね。はい、いや、もうぜひぜひこれからね。毎回どうなるんだろうと思いながらやってるんですけど。ずーっと惰性であるんですよ。いや、まあね。本社ビルが立つまであるんです。続けてはいきますけども。はい。ということで、橋田さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで、また次回です。さよなら。なんで拍手で。ありがとうございます。者たちの夢がくすぶり続けてる俺たちの胸で、そしてもう一度夢見ることを夢見る。We are such a sweet band. We are such a sweet band.